熱い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 、このね、そうし自分の対人恐怖症がすごく熱くなって、あまりクールダウンしたというのは、この体験したことがありますか？レシェプの皆さん、おはようございます。自分は実際もそうにあったんです。で、何があったかというと、自分の対人恐怖症なんですけれども、でその対人恐怖症は 何が起こったかというと、まあ、自分がね、前に、まあ、自分の実家に住んでたんで、で実家で一番悪いことは親と一緒に住んでる。で特に対人恐怖症の人はたまにこう自分の孤独が欲しい。でも親と一緒に住んでると孤独はあまりならない。なんか飯下に行けとか、こういうねパターンはいろいろあるんですけれども、しかも親はいつでも自分の部屋に入れるというのは一番怖いパターンだから、これはね、まあ、対人恐怖症や内向的な人にとってこれはあまり良くないと思います。しかし僕はあのね、3年間東京に住んでて、東京に住んでるのは自分の部屋で住んでたんですけれども、その自分の部屋はまあ 4畳ぐらいの部屋ですけども、ちっちゃいですけれども、でももうすごくたまにうるさくて、まあ、周りのもいろんな人がいてたまにうるさいだから、これはねあまり自分の孤独にもならないというのは自分も実感してるんですけれども、どうやってあの特にそのでかいの街だったら自分のね、その孤独になるかというと結構シンプルで、これはもしあなたは本当にこうね、すごく自分の対人恐怖症がすごく熱くなって、でそこからね脱退したい、まあ脱出したいなら何かするかというと、もしあなたは金があんまりなかったら何かがすると、あなたはただ例えばカラオケじゃなくて、まあ、最初はね、まあ、ネットバーね、まあ、普通にネットカフェとかに行ったり、ネットカフェに行ったりで、そこからもう結構ね気軽にそのまあちょっとその部屋を借りたりすることができますが、まあ、自分のも孤独になるんですけども、あまりうるさいですけれどもね、たまにこれもありまして、でも自分のこうヘッドフォンをずっと耳にかけて、もうこれはうるさくもならないんです。で、2番目のオプションなんですけども、2番目のオプションは何かでできるかというと、これはね、まあ、ちょっと高めになるんですけども、例えばね、この招き猫のカラオケとかもあったり、これも1000円ぐらいにあるんですけども、1000円、それの1夜で、1夜でもそのカラオケボックスで過ごすというのも結構です。あとはまあ3番目のオプションなんですけれども、もしあなたは結構ね、もう時間と金があったらホテルでも結構一番いいだと思います。まあホテルの、まあ特にまあラブホはね、ちょっと周りの喘ぎ声が聞こえるかもしれないんですが、これはちょっとあまりよろしくないんだと思いますけども、普通のホテルだったら全然いいんだと思います。で、そしてもしあなたはまあ一番こうラッキーな人だったら、結構ね、自分が知ってるの対人恐怖症の友達が行ったら、その友達はまあ本当にわざと自分の部屋を買ってくれて、これもいいだなと思います。これは一番ベストだと思います。で、昔にも自分も対人恐怖症があったんですけれども、でそこからね、自分 の特に自殺未遂になったところ、自分のコーチは僕を助けてくれて、でその助けをおかげで僕はまあ自分の使命にしたのは、なんと700万円を対人恐怖症から脱出させるということです。だからもしあなたは今ね、対人恐怖症が変えているんですけれども、今このね、あまり今この方法はあまりピンとこないんですだったら、もしかしてこちらの動画は役に立つかもしれません。そしてもしあなたは現在何もね、自分の対人恐怖症、まあ同じの人ですけれども、まあ、そういうね相談に乗る人はあまりなさそうで、でもし相談に乗りたかったら方が欲しいの方いったら、自分の相談はいかがでしょうか。それはできるのは、まあ、下の概要欄で自分のウェブサイトでスケジューリングもできますので、または自分の PM も結構です。 DM も結構ですね。 ではレシェプの皆さん、僕はこちらの動画毎日アップロードしますので、だからまあ次の動画は口述的な、まあ、口述的な対人恐怖症を乗り越えるというの方法なんですけれども、もしあなたはその、まあ、道具に興味があったら、こちらのチャンネルに登録や通知ボタンを押してください。そしてもしこの動画は何かね、価値があったら、ご評価もお願いいたします。自分が思うは、シェアはケア、つまり、
配りは世話だから友達もシェアしてください。こちらのチャンネルなんですけれども、大体は自己啓発や心理学を使って対人恐怖症や怠慢対策とかを、まあ、いろんなものをシェアしてくれますので、あとはビジネスについてちょっとも語ります。つまりFacebook マークに今ちょっと語りますので、もしよかったらその間で2つの動画をご覧ください。では次の動画で会いましょう。